前期基礎の追試をまた一発合格したウプ主です。またやらかしていたのねと、霊夢です。あれ、背景変えた。そうです、これの朝バージョンが見つからず、ずっと探してたら見つかりました。そしてこれ増えてるけど、R732F ね。いや、個人的にはバイオの VGMG3AABS で。あ、はい。茶番はさておき、今回は。ポン。え、専用で買ったのね。今回買ったのは 3DS の方です。セットでこんな価格では買えません。当然ね。2017年から届きました。行くかね、クルシナです。ポン。展開。しっかりとプチプチに入っています。プチプチについてるセロテープ剥がすの楽しみな方いたりします。開封。3DS のコバルトブルーです。3年ぶりに復活しました。ジャンク理由はこんな感じでしょうか。タッチペンがないのはどうにかなりますが、充電端子が壊れているのは致命的です。早速状態確認。こんな状態でした。綺麗に真ん中の部分がなくなって端子が丸出し状態です。このままだと充電しなかったので、奥側に倒してなんとか充電できました。とりあえず動作には差し支えはないです。なんか見てはいけない画像とか入ってたんで初期化します。そしてインターネットに接続します。私はこのやりとりが行われている感じのこの画面が好きです。わかる人がいたらコメントで。続いて本体の更新を行います。ところがどっこい、エラーを吐き、アプデができません。何回やっても同じ、電池ないと思い充電してもダメ。そしてウプ主は 3DS のバージョンを調べてみた。このバージョンでググってみると、なんと存在しないバージョンなのです。ウィキペディアはたまに嘘っぱち流してることもあるので、任天堂公式サイトを見てみる。あれやっぱり同じだ。まさか、改造ロムでは。という指摘をいただきさらに調べてみる。米国版 3DS のロムならあると発覚。これを日本語化したのか、と思いましたが。そういえば、SD カード入ってなかったな。と思い入れてみた結果。なんか進み具合違うぞこれ。あっさり解決しちゃいました。バージョンも最新になりました。一件落着。と、一応使える体制は整いましたが、このままだとやはり不安なので。ということで早速密林で部品調達です。今年初のお年玉による出費です。細かい作業になるので同時にフラックスも購入しました。フラックスは便利ですよ、ほんと。予定日より1日早く届きました。それよりも一番気に食わないのが配達員に名前の読み方間違われたことです。まったくけしからん、名誉毀損だ。開封。なんだこのスカスカは。いや何か、梱包状態はいかがでしたか。悪意あるだろこれ。と、多少切れつつ、2つ目到着。こちらに関しては到着予定日未定だったのですが、2日もあれば着くんで。フラックスです。こちらがないと細かいところの作業がうまくいきません。またこれの蓋が固くて、ここまでしないと開きませんでした。溝がガタガタになってしまいましたが、仕方ないですね。メインの交換部品です。ニューの方は接点がピン型になっているので使えません。そこのところ注意しましょう。ということで早速修理していきましょう。まず、裏面のネジを4箇所外します。次にバッテリーを取り外します。次に13箇所のネジを外します。外したら L と R のフレッチケーブルに注意して裏蓋を開けます。すると充電端子があるので外します。画像を撮ろうとしたら、脆すぎて取れてしまいました。ついに交換パーツのお出ましだ。部品単体はものすごく小さいです。フラックスを塗ってから、ハンダで固定します。この後、接触が悪く、2、3回付け直しました。終わったら、逆の手順で戻して完了。綺麗な端子になりました。果たして充電できるようになったのか。まずはダイレクト充電から。ダイレクト充電は正常にできました。続いて充電台での充電を確認します。充電台での充電もともに大丈夫でした。ということで、今回の 3DS 修理は、成功です。お？ただいま、絶賛ゲームソフトを取り寄せ中です。ということで、いかがだったでしょうか。
この動画が参考になれば幸いです。皆さん、ごめんなさい。私はパワビス様本人の動画を無断転載してしまい、誠に申し訳ございません。これを機に動画の無断転載をやめ、 Twitter ともにこのチャンネルを削除させていただきます。つきましては、 YouTube 運営側にも私自身が悪質な行為を行ったことを報告いたします。最後になりますが、不快な思いをしたパワビス様視聴者様、大変申し訳ございませんでした。それでは、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしていただくと、パワードビスタの動画をいち早く見ることができます。左下のボタンから登録、左上には完全動画、右上には完全情報を掲示してあります。次回の動画もお楽しみに。